バイルズやギャリー小林と小林申します。今日は七宝焼きについてお話をしていこうかなと思っておりますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。ここに並んでるのはね、七宝焼きと言われるもので、まあ、簡単に言いますと、金属の素地に加色をして、まあ、色をつけまして、その上にガラスの、ね、釉薬をかけて焼かれたもののことを七宝焼きというふうに言われます。で、発祥の地はどうもエジプトらしくてですね、エジプトからまあヨーロッパ、そして中東、アジア、そして日本というふうに伝わってきたというふうに言われております。で、日本に入ってきたのはね、奈良時代と言われておりまして、その当時はね、非常に貴重なものとして扱われていたようです。で、実際に日本で作られ始めたのは、安土桃山時代の後期ですね、後期から江戸時代の初めにかけてというふうに考えられておりまして、その当時はね、ここまで完成度はなかったんですけれども、まあ、ただ単に金属の素地に釉薬をかけて、作られたというものが日本各地でね、始まったようです。で、この七宝焼きという名前のルーツなんですけれども、愛知県に七宝町というところがありまして、そこが非常にね、この七宝焼きをたくさん作っていたので、七宝焼きというふうに言われるようになったと言われています。で、ここにね、並んでいるもの、七宝焼きはいろんなタイプのものがありますので、その金属といってもいろんな金属が使われていますが、今ね、出ているものに関してのご説明をね、させていただきますと、まずね、銅、この生地はね、銅を使っています。そして銀針といって、この、素地ですね、このグレーの部分、これは銀箔が張って、でその上にこの加色がされているですね、いろんな色が、ブルー系の色がね、使われているんですけども、非常に綺麗なものになっていますね。で、これ一回焼いただけではこんな風にならなくて、まず銀箔を貼り付けて、そして加色していくのに、少ないものでも3回で、ここに並んでるようなものは8回ぐらいですね、焼かないとできないというふうに言われています。で、これはハイビスカスの柄ですね。で、柄もね、色もいっぱいあるんですけれども、まず代表的なものだけお見せします。これはブルー系、グリーン系の、ね、ものが使ってありますね。で、これなんかは非常に深い青色をしておりまして、銀箔がこう貼ってあるのが分かるようになっておりまして、一個一個これはね、違うものが、違う文様が現れるようになっておりまして、それがね、デザインになってますよね。で、こちらは、ピンク系ですね、ピンクの、柄になっておりますね。裏はほぼこんな感じです。で、非常にね、その8回焼いたり、そのこの細かい文様をね、つけていきますので、非常にね、手間とね、職人さんの技術がかかっております。で、ちょうどね、銘銘皿と同じぐらいの大きさになりますので、お菓子を乗せていただいたり、フルーツを乗せていただいたりもいいですし、夏でしたら冷茶とかね、乗せていただいてもすごく涼しげですし、そしてコースター代わりですね、そういった使い方も、できると思います。非常に綺麗なので、飾ってね、見ていただくだけでもすごくね、いいかと思います。非常にね、高い技術と、それから歴史のあるものですので、あまりね、どこにでもある、焼き物ではないので、金属と、そして、釉薬、金属に釉薬をかけて、作った器というのは、ちょっとね、珍しいというのは珍しいものですので、そして非常に綺麗で美しいものですので、ご家庭でね、使っていただくのもいいかと思います。ちょっとね、お値段は高価なんですけれども、それだけの
価値とか技術が凝縮された一品でございますので、ぜひね、お買い求めいただければと思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。具材に興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。またツイッター、インスタグラム、SNS やっておりますのでぜひご覧くださいませ。またネットショップもございます、ぜひご覧くださいませ。バイロザギャリー小橋と岐阜や長瀬すぐ近くでございます。 Google マップで検索していただきますとすぐ出てまいります。ぜひね遊びに来ていただきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。